12歳未満の方へ、不適切な表現がある場合があります。ご視聴の際は十分気をつけてください。はい、皆さんどうも、コメット&ミントです。いつもご視聴ありがとうございます。チャンネル登録よろしくお願いいたします。それではデート・ア・ライブ・シエリー・クライシスやりたいと思います。久々にストーリーですね。よく覚えてない。まあいいだろう。めっちゃ久々でストーリーするの。最初やってから。逃げ！ブチャ！それだけでいい！え？なんか狙われてる。狙撃許可を申請する。やはり私を否定した。なんだなんだ。ああ、貴様だな。我が親友をシドウを殺したのは貴様だな。うえー、ちょっとゲーム音が大きくなりすぎる。シドウ殺して殺して殺し尽くす。ほへ、はい、あやつらをアイスクリームにしてやるぞ。どういうこと？わおー、いやー、びっくりですね。まさか撃たれるとはね、思いませんでしたよ。強敵襲来？相手に特に不足なし。お前か。まだ力を出して。この化け物すぐ撤退しなさい。ちょっと CM 隊何してるの？早く折り紙を援護しなさい。死んで死に尽くせ。え？あ、戦闘勝利ね。ああ、はいはいはい。潜在能力。ほうほうほう。よく分かっとらんよ、私は。突破？はあはあはあ。まあまあまあ。それはいいんだけど。あ、これいっぱいなんだよね。なんだなんだ？ちょっと優雅さが足りないけど、ナイトとしては及第点かしらね。え？指導は一回くらい死んだってすぐにニューゲームできるわ。どういうこと？すぐ回収して彼女を止められるのは指導だけよ。まるで炎に包まれているように体中の寒気が徐々に消え去り、代わりに暖かさが満ちてくる。走馬灯のように今日の記憶が何て言うの、途中に浮かぶ。トーカーとのデート、パン屋、ゲームセンター、そして、ん？理解できない。トーカーを守るために俺は確か、うん、おーちゃー、ほへ。なんとか目を開いた俺は、未だ腹にくすぶっている炎を見て跳ね起きた。慌ててそれを叩き消す。
俺のいる高台から見える山々がまるで爆撃を受けたかのようにめちゃくちゃに崩壊知っていた。いや爆撃というより巨大な剣で何度も何度も切り裂かれたように鋭利な断面をいくつも覗かせている。空から黒い光が発せられ凄まじい爆音と衝撃波が撒き散らされた。うわ、そうだ、トーカ。トーカを止めなきゃ。そう思った瞬間、俺は自分の体から重さがなくなるのを感じた。この感覚はフラクシアス。お目覚めの気分はいかが、シド。シドが AST の攻撃でやられて、切れたお姫様が AST を殺しにかかってるわ。ほう。なんだよそれ。っていうかそうだよ、俺はなんで生きてるんだ。ま、その話は後にしましょう。気になるよ。今はもっと他にすることがあるんだから。ほうほうほう。シドも見たでしょ、 AST は手も足も出ない、完全に切れてるわ。よっぽどシドを殺されたのが許せないのね。はあ、うちとしても精霊関係で人的被害が出るのはできるだけ避けたいのよ。そんなの当たり前だ。オーケー、上出来よナイト様。じゃあ行くわよ、お姫様を止めにね。はい。フラクシナス旋回、戦闘ポイントに移動。誤差は1メートル以内に収めなさい。お、ん、小鳥が命令を出すと重苦しい音とともにかす、ん、な、わずかにフラクシナスが振動した。小鳥、トーカを止めるってそんなことできるのか。ええ、もちろん。呪いのかかったお姫様を助ける方法はキスしかないでしょ。ほほほほほ。やるしかないのよ、さっさと行ってちょうだい。だって戦闘ポイントに到着しました。お姫様は対空中か。なら指導をここから突き落としましょう。頼んだわよ指導。ちょっと待て、ただでさえ難しいってのになんでそんな。うるさいわね、連れてって。小鳥が言うとどこからともなく屈強な男2人現れ、俺の手を拘束した。あって覚えてやがれ小鳥。はいはい、覚えておいてあげるから行ってらっしゃい。終われシド、今からお前の敵を。シド、トーカー。本物だと思う。しまった、ハルバンヘルブの制御を誤った。どこかに放出するしかない。ダメだぞ、あっちに撃っちゃ。ではどうしろというのだ。もう臨界状態なのだぞ。落ち着いて聞いてくれ。そのあれだ、どうか俺とキスをしよう。そのキスとやらは一体なんだ、早く教えろ。キスってのはこう唇と唇を合わせ。ほんまかいな。いやー、なかなかですね。何、なんか今ちょっとおかしくなった、気のせい。ごめんなさい、もうマジが分かりません。はい、確かにな、どうすればいいか全く分からなくなりました。どうかこれで見えまい。本当にこれで良いのだろうかと。
思いながらも、俺は身動きを取ることができず、そのまま固まる。シド、なんだ。またデートに連れて行ってくれるか。ああ、そんなもん、いつだって言ってやる。ASD、飛び位置折り紙一層、識別コード A0613。はい。で、ああ次のショーに行けると。はい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 、なるほどですね。いやーなかなか面白いですね。といってもまあこれは間違えた。まあ今回はねここで終わりましょう。はい、というわけで今回はここで終了です。次回も頑張りますね。チャンネル登録、グッドボタン、コメントよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。